どうも、今日見せてください。はい、ということで、ただいま朝の8時です。まあ、本日ね、何があるかと申しますと、なんと大会があるんです。そこでですね、今回ツイッターでこんなような募集をしました。そしたらですね、募集に結構いろんな方がね反応してくれて、まあ、先行のあれで落ちちゃった方とかもいるんですけど、まあ、今回来てくれた子がこの方です。お願いします。どうもー。はーい、お名前です。いいですか、つぼいさん。お願いします。ご無沙汰です。お久しぶりです、本当に。はい、ということでね、まあ、いろんなね、こう方と DM させてもらったんですけど、まあ、結果ちょっと先にね、あの一番最初に LINE をくれてで、まあ、いろいろ話して、まあ、行きますということで、ちょっとつぼいとね、今回やらせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。優勝目指してね、頑張っていきたいと思います。じゃあ、まあね、あの横浜総営の方がやめてください、それ言うの。まあ、神奈川県でね、やっぱね、ハードル上げないでください。で、まあ、ちょっと今回ね、あの僕のミスも全部カバーしてくれるということで頑張っていきたいと思います。ツイッターでね、最後まで結構ギリギリまでいった滝口くん、ちょっと申し訳ないです。また次のね大会で一緒に出ましょう。ということで頑張りましょう。お願いします。それでは大会にレッツバボス。はい、ということで間もなくですね、受付開始なんですけど、結構暑いっす。今日の作戦なんですけどね、僕中学校時代にサインみたいな決めてたりしたんで、1がツイスト、2がクロス、はい、3がミドル、4がストレート、はい、5がチューロブっていう、前衛からサインをもらって俺はそれを、ね、通りに打つっていう、ちょっと作戦でいきたいと思います。今回、はい、ちょっと聞いたところによると国体選手ぞろいらしいです。無理ですね。無理じゃないよ。無理じゃないですか。行くんだよ、そこでも。そこで勝つのがやっぱ俺らだから、はい、だからちょっと国体選手が多いらしいんですけど、ちょっと頑張ってね、一戦一勝はねしたいと思います。ちょっとバック教えて、バック。今ですか。バック、バック試合前ですよ。バック教えて、本気で教えて。本気で。右足、こうやって構えるじゃないですか。で、右足のところで打つようにするんですよ。あ、ここでね。はい、そしたら勝手にドライブがかかるんで。あ、なるほど。なんで、でも、なんか、手がいかないかもしれない。後ろに下がっちゃう。それはもう。あ、こういう風に。あ、わかんないです。とりあえず、こうね。体しっかり構えて、手を前に出せば勝手にドライブかかるんで。あ、なるほど。あ、それでできれば、バッチリです。フォアはこれだって。フォア？フォアこれだって。フォアこれだって。フォアは思うようにって感じ。思うように、OK。これで勝てます。はい、ということで、ただいま、まあ、1試合目ですね。そうですね、緊張しますね。緊張しますね。絶対もう上手い人なんで。そうですね。覚悟して頑張りたいと思います。はい、ということで頑張ろう。頑張りましょう。はい、ということで始まりました、ペイソンとツボイの試合ですね。はい、こちらサービスがね全然入らなかったんですよ。今回ファーストサーブが全然入らなくて、まあ、セカンドサービス頼りになってしまいましたね。ミドルを狙われて、ここからバックで打って、ね、意外とねラリーの方はね続けられる感じにはなったんですけども、ここでちょっとミスってしまうという、まあちょっとね、耐え切ることができればいいのですがね、こういうのもね、本当に。2ポイント目いきます。ただいまは0-1。これファーストが本当に入らないです。うん。で、ここでダブルフォルトです。本当に、緊張してます。はい。いや、なんかわかんないけど、めちゃくちゃ緊張しました。で、つぼいのサーブがね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。うん、入ってます。で、これでサービスエース取ります。
はい、ハサブバボス、はい、緊張してますあの方。緊張してますね、本当に緊張してますあなたがやっぱ普段緊張しないんでね、あんまりね、うん、ただやっぱね、こう勝ちたいっていうやっぱ気持ちもあるんでね。いや本当にサーブが綺麗。うん、坪井に関しては横浜創英出身で今でもテニスをねやってる方ですね。もうめちゃくちゃうまいんです。でここね力んでます、本当に私力んでます、めちゃくちゃ。そう変えちゃったのっていうのは、まあ、ガットのことですね。ガット変えちゃってます。サーブがね本当になんか変な感じがするんですよね、うん、前のラケット使っとけばよかったなってちょっと思っちゃってるんですけど、ここでちょっとまあラッキーボールですね、はい、で相手の方なんですけど、相手の方は一応その県神奈川県のシングルスで優勝したことがある人らしいです。はい、光栄の方ですね。うん、全員の方もめちゃくちゃねサーブが速くてねびっくりしました本当。後で、ね、見れるんでね。サーブが本当に入りません、本当にもうね、これもねサーブもっと練習してしたいね。ここでね、あー坪井がねあのフォローしてくれたんだけど、やっぱ僕のね球がねちょっと緩かったんでね、ちょっとチャンスボールになってしまいましたね。でただいま、1対0のゲームカウントです。相手は絶対多分ミスしないんで、こちらからちょっと攻めるしかないと思うんで、バシバシ打っていこう。打っていきましょう。レシーブはさっき言った坪井からの、1,2,3,4,5 のサインで頑張っていきたいと思います。でこれ今言ったのが、1,2,3,4,5、これがツイスト、1がツイスト、2が、クロス、3がミドル、4がストレート、5が中ロブっていう配置で、前衛の坪井くんに、僕に指示してもらいます。なぜこのような指示をしてもらうかというと、まあ中学時代ですね、僕前衛の方の指示で僕はもうひたすら動いてたって感じなんで、まあ、そのやり方が一番いいなということで、まあ、自分自身でね、打つ方向を決められないっていうのがあるんでね、まあ前衛の方にね、打つところを決めてもらって打った方がやりやすいということで、はい、それでは2ゲーム目ですね。ゲームカウント 1-0 です。いや本当にね、この後衛の方、まあ、シングルス1位の方ですね、サーブがとにかく速い。まあもちろんストロークも速いんですけどね、まあ、僕これ一応ね、なんか返せたのはなんか嬉しいなってちょっと思っちゃってます個人的にね、うん、はい、続いて A ポイントが 1-0 です。トップ打ちがこれがねもう爆音爆速なのよ本当に。いや思わずもうスルーでしたね本当、うん、いや続いて3ポイント目、2-0 ですね、ポイントが。でこれがね本当にね壁なんすよ前衛の方、マジでどこ打っても取られちゃうって感じなんですよ。はい、ただいま 3-0、 あっという間にねトントン取られちゃってますね。はい、まあ、ね、チンで入っちゃいまして、まあ、これでゲームが、ただいま 0-2 ですね。いやもう本当にねトントン拍子に取られちゃいましたね、はい、ゲーム 0-2。 サーブもねこれね速いサーブを打たなきゃいいって話なんですけど、まあ、その前衛のねその坪井くんと話した結果、ペイソンさんはやっぱサーブが得意なんで、もうどんどん速いサーブを打っててくださいってことをね言ってくれたんで、俺も1でも入れようと思ってね、ファーストサーブはもうゆっくりじゃなくてもとりあえず速いサーブを打ちたいということでね、どんどん打ってるんですけど全然入らないんですよ。ただ今0番、いやいい、これでね、そう、あん、ガットをね僕 V スパークに変えたんですけど、変えてからねロブがちょっと深くなったかなって思います。いつもなら僕前衛を後ろ通すやつはもうすんなりねスマッシュが届くようなロブだったんですけど、まあ、ちょっと今の深かったから、まあちょっと前衛の方にちょっとプレッシャーかけてられたのかなって。あ、こっちの方もあれなんですね、サイン出してますね。おお、いいトップ打ちでした今のは。はい、自分自身に拍手です。トップ打ちはね何個か決めさせてもらってます。
3本ぐらいかな、今ので1本。ここでやっぱね、つぼいが安定感を見せてくれてますね。ああもうね、見てんのよね、やっぱすごいのよ、ほんと。空いたところをスパッとね抜いてくる、この公園のね、確か山岸さんかな、ツーオール今。いやほんとここでね、もう入れるサーブ行けばいいって話なんだけどね。いやーここでね、ほんとダブルフォルトまたしちゃうんですよ。2回目のダブルフォルトをしてしまいます。はい、続いて、2-3 ですね。さあこのままねストレートで負けてしまうのか。さあこれもねミスってしまいます。でポイントがゲーム取られまして、ただいまゲームカウント、3-0 です。はい、球速いですね本当に。10分で試合終わるもんね。1ゲーム取りたいね。後ろでね、あのアイトロさんたちがね、あの応援してくれてますね。とりあえず 1ゲームをね取りたいがためにこう頑張ってるんですけど、なかなかねやっぱ相手の実力が高すぎて、まあ諦めるってことはしてないんでね、この時点で。はい、続いて始まります、4ゲーム目ですね。はい、こういうねあのお遊びのね言葉も交えつつ、ゲームカウント 3-0。 めちゃくちゃ早いんですよサーブが、本当に早いんですよサーブが、マジで早いです本当に。ポイント 1-0。 いい球、つぼいが本当に綺麗。これがすごい、これがね本当にね、いや届かねえだろうって思った球をつぼいがね取ってくれました。はい、長身、球身とね、かけました。はい、長身だからこそ取れたボール。長身、これですね。はい、ただいまワンオール。このサーブが早いんだ。ただ取りました。あ、フォルトだったんか。よかった。いやー、怖い。早いんだよ、ほんと。いいミドル。これはサイン通りでしたね。これ、つぼいがね、3を出してて、ミドルのサインだったんですけど、これはもうサイン通りに行って、まあだから、つぼいのおかげよ、これは。うん。ありがたかったですね。ただ、このサーブが速くて。ここからのね、うまいね、このロブが。で、これでポンって前に落とされちゃうって。だから俺もね、やっぱここで足が動いてれば、前にこうね、行けたっていうのがあるんですけど、やっぱね、いかんせんやっぱ足が動いてないんでね、まあここが課題点ですね、本当に。はい。はい、マジで感極まってますこれ、本当に喜んでます。はい、さあ耐えることができるか。いいレシーブだ、頑張ってます。ここでね、あの画面見切れてますけどこけちゃってます僕で、足からちょっとね出血が出ちゃって。これも早いんすよ、取りました、すごい体勢で。ただねやっぱねもうチャンスボールなんで、ドチャンスボールなんでね、あの申し訳なかったですねこれつぼいにね。はい、これで相手のマッチポイントですね。ここで耐えしのぐことができるのか、果たして。早いですサーブが、セカンドサーブ。これでトップ打ちが来ます。これでいいトップ打ちですね。はい。やっぱね、こう、マッチにも負けず、トップ打ちをどんどん打っていくっていうのね、僕の多分、心の強さだと思ってるんでね。まあ、ここでデュースアゲインですかね。ここがね、やっぱね、中ロブがやっぱ課題点ですね、ほんと。まあ、前の、ちょっと上を通すっていう感覚が抜けないんですよね、昔から。なんで、まあ本当はね、全員に触られないようにもうロブを上げた方がいいんですけど、ここでもうマッチポイント終わりです。はい、ゲームセットでした。僕とつぼいは、まあ1回戦敗退ということで。まあこれトーナメント戦だったんでね、もうこの後、まあ審判をやって、
帰るという結果になりました。はい。で、相手の方もなんか YouTube やってるらしくて、ちょっとチャンネル名まではわかんないですけど、あの YouTube ね、あの動画上げるみたいなんで、ぜひ皆さんね、あの探してみてください。あの山岸さんで多分調べればおそらく出ると思うんで。結果なんですけども4対0で負けてしまいました。いやちょっとね、相手がずるい、段違いって思いたくないんですけど段違いでした。はい、もっとねちょっと磨こう。もっと頑張ります。はい、ちょっとマジ悔しいんですけど、じゃあ今回の動画はこれで終わります。はい、ということでこの動画が良かったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは以上です。せーので、あざしたでお願いします。はい、せーの、あざした。ありがとうございます。あ、ちょっといいつもり。はい。静止画。